セクション05-08総民大の受学士湯気先生ねがっつり裁判をやっていますどうこ何と裁判してるかというとね私の僕を大分大学と訴訟してるんですよでなんで訴訟してるかというと湯気先生の提出した答案用紙を解説裁判 もう二十数年前だけど何があったかというと、湯気先生がまあ、あの、ドイツ語で合格最低点の60点以上を取っていたのに、64点かな、3点だったのかな、取っていたのに、単位くれんかったんよ。授業態度が悪いって言われて。<laughs> で、いやいやいやって話になって、私はあの合格最低点以上取ってるから、この証拠となる答案を返してくださいっつって、返さない。 で答案用紙を返せ裁判いうのは直接の理由で、まあ、これに付属してどういうことを変えたかというとね学校教育大学教育を含めて学校教育とか入試制度っていうのはその答案を返さないと答案を返さないことによって恣意的な単位認定とか裏口入学とかいろんな問題があるとでこれを返すべきでしょうっていうふうに裁判してるわけこれはね本当はね留年した直後にそれをやるべきだったんよけどねやらなかったんですね 一人だけね、やれよと。俺が手伝ってやるからって言ってくれた民法の岩崎先生。今、新潟大学にいらっしゃいますけども。人偉いよね。その大学に立てつこうとしたわけですからね。あの人は言ってくれたんだけども、いや、僕が悪いんで。って当時思っちゃったわけよ。なんで当時そういう風に思っちゃったかというと、私が生まれた場所が悪かった。私が生まれた場所は熊本なんですね。これはね、良くない場所です。とてもとても良くない。どう良くないか。農業地域。 農業地域で勝つこの熊本市っていうのは何がある城下町そう熊本城があるよ城下町なんよ城下町っていうのがねよろしくない城下町っていうのは何が偉い殿様殿様と殿様の周りが偉いつまり公務員が偉いとこういうねこういう三角形があってで殿様が言うことに従う上司に従うっていうのが美徳なんよ 今、お前がそういうふうに不満を抱いてるんだけども、お前はいろいろ分かってないと、勉強不足だだから、しばらく待ちなさいと。もう少ししたら、この殿様が言うことが分かりますよと。私はね、謙虚すぎたね。社会の先生になって、で、まあ、自分でもなんやけども、人よりもかなり勉強した。で勉強して分かったことは、あいつら嘘ついてたな、と。間違ってなかったじゃん、と。 いやいやいや授業態度が悪いってだってそらだって教科書と同じことを板書しててと公立大学の先生は税金からお給料もらってるから授業中に「先生同じこと板書しないでくださいそれは税金の無駄ですよね」って言ったことは別に悪くないと。<laughs> ねな何で今この話をしたかというとよろしいか 今からやる儒学っていうのが支配の、ね、体系なんですよ。誰かが言いました支配者は支配するためにいろいろなものを使って支配するとそれは単に暴力だけではなく法律とか裁判制度とか国家とか芸術とかそしてなんと宗教を倫理まで使って支配してくるよとはい誰の言葉マル,クスマルクスの言葉ね 支配者がが都合がいい倫理観を作るわけこれが正義これが不正義っていう今思えばまあ私の10代20代前半っていうのはもう暗黒時代だったなとまだ倫理意味ねえと思ってんじゃん勉強さ俺も思ってたよこの科目をね勉強する意味なんてあるんかって本当思っててで正直しょうがなく勉強した部分あるわけよ社会科の教員免許が欲しかったからでやってみたら 良かったね今までなんだろう一番勉強して自分にとって一番良かったものは倫理なのかもしれない。どう良かったかというと自由になれた。こうやって支配されたんだとか今でもなんか誰かと話す時とかにあこの人はこういう倫理を持って俺を制そうとしてるなとかね。 なんだろういい意味でねなんか客観的に落ち着いてね人と話すことができるようになったんですよで君らが幸いにして受験生監視を習得しようとしてますで受験生監視の中にはかなり多分に倫理が入ってますで今日はそのうちのまあ4分の1ぐらいここでまあマスターしましょう総額ね総の時代に実践倫理の思想体系が出てきます 実践理事の思想体系で何だっていう。随唐の時代に過去が整備されるじゃん。で、過去の整備の一環で五強正義が出てきました。これ、家去のテキストね。これが正解ですよ、と。で、これをひたすら覚えることが受験生にとって大事だったわけ。それに対して反動が起きて、いや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 、もっと主体性もしたいって話だったわけ。わかるかな下の方はさ、過去じゃん。家去っていうのは学科試験じゃん。 学科試験でペーパー試験で、ね、ペーパー試験っていうのは誰が採点しても同じ点数になりますよっていうのが学科試験、ペーパー試験なわけ。基本的に。であるからして、客観的なわけよ。客観テストなわけ。で、客観が行き過ぎると主体になるわけよ。で、今から、総学の趣旨学の話をしていくけども、正直、わからんってやつ出てきます。 それはそれでいいです。なぜかというと、極めて主体的なもんだから。うちの弟めちゃめちゃ数学できるんですけど、うちの弟曰く赤ん坊でも分かるはずだというわけよ。いや、分からない <laughs> そうでしょ。いや、無理って言うわけよ。いや、うちの弟はちょっと異常で、数学を勉強したことないんだけど、数学めちゃめちゃできるんですよ。で、彼曰く、まあ、ここから受験生会社でも同じこと言うんだけども、A イコール B、B イコール C、A イコール C じゃん、数学ってさ。だから、極めて客観性が強いから、 赤ん坊でもわかる、外国人でもわかる、数学がわからないってことはありえないと言ってるわけよ。確かに、それはそうなんですよ。対して、上の方は、ここにはかなり多分に価値というものが入ってて、この価値っていうのは、人によって違うわけよね。故に、わからんってやつはいます。 例えば俺とかも、キスト教のこととかちゃんと一応授業中に君らが点数取れるように話をするんだけども、キスト教のことを理解してるかというと、受験世界主義で理解してるけども、神なんていないと思ってるから、いたら連れてこう俺が説教してやるからと思ってるから、っていう話なわけですよ。だから上の方が主体性があって、下は客観性があってた話して、今からやるのはかなり主観的な話が続くよと。まあ、当の時代の客観が強かった時代の反発に対する主体性が強い思想体系、実践倫理。 倫理というのはこれが正義だってこと。習桃院が始めて、主記が大成しました、特にその主記が大成したもの、種子学という、これは儒学の一部というか、儒学のかなりでかい部分です。講師の焼き直し、講師の言ってたことをかなり整備した、内容は大きく二つ、大義名分論と解の別。 最期名分論から説明。進化のまぶるべき拙僧と本部を明らかにし、真空関係を正そうとする理論。どういうことだと。これ実際あった話ね。高校一年生の時に、極めて指導力のない先生が他人だったんよ。で、他の先生から呼ばれて、1年6組のね、諸君と。で、裏中先生はちょっとね、いろいろ問題あるかもしれないと。けども、先生は先生だと。で、キエランは生徒だと。で、 どんなに先生がダメだと思ったとしても、先生を支えるのが生徒の本文だろうと。そこに価値があるだろうって言われて、騙されたね。無学だったから。そうだと。裏中先生を支えなきゃと。儒学っていうのは基本的に講師が作って、この講師のラインが王道なんですよ。今、君らが笑った孟子先生。 悪い君主は打ってよしという法罰これはメインストリームじゃないんですよだ学校では支配しやすいようにするためにこの孔子の流れをもっと言うとこの孔子を整備した趣旨の話をしたがるわけ高校生は高校生らしくとやっぱダメだよね生徒会とかさあ,あったとしてもさやっぱりさ暴力装置伴ってないからさ実己性がないんだよねだから武装しなきゃいけないよねこ,こまでに質問先生どうぞその孔子のこの前兆とか法罰がまあこの 中国人の精神の根底にあって、それで国が結構変遷していくのに、儒学のメインストリームじゃないっていうのは、その儒学は国を動かすための考え方としてのメインストリームじゃなくて、その勉学のための学問としてメインストリームであるってことですか。オッケーオッケー。メインストリームでどういうことかというと、こちら側を勉強させて、こちら側を国学とするわけよ。国の学問とするわけ。じゃないと秩序が維持できない。 だって、申子ってさ、革命やっていいって話じゃん。だから、これね、秩序がやっぱ壊れやすいんですよ。じゃあ問題です。ある国は、この申子の考え方っていうものを非常に重んじてて、で、これをベースにいろいろ大気を作ってます。結果めちゃめちゃ治安が悪いです。わかるやろアメリカ。アメリカ。 この孟子の革命権っていうのは、ヨーロッパで言うと1688年の名誉革命を擁護したロックの成功権なの。革命権なの。で、この革命権を前提としてアメリカ合衆国作ってて、具体的には銃の保持の自由だよね。悪い政府が出た場合はぶっ倒していいよ、と。 じゃあその銃が、その革命によって使われるかっていうよりも、まあ、日頃の日常の犯罪で使われてるわけよね。だからやっぱり、いいか悪いかっていうのは置いといて、その国家側からすると、基本的に右のようなものを取った方が統治しやすいし、治安は安定するよね。いいか悪いか置いといてね。湯気に関しては治安が悪化しても銃を保持した方がいいと思ってますよ。いや、俺本当にそう思ってた。小学校でなんでいじめが起きるかって話なんですよ。なんで、いじめ、 子がいるかというとさ、いじめてもさ、せいぜい親から怒られるだけでしょ。だから、いじめ、全員に銃配れゃいいんや。ん <laughs> いじめ起きないって、そしたら、本当に。支配する側としては、まあ、朱子学がやりやすいよね。で、これはどういうふうに試験出るかというと、問題。 学、国学国国としして導入した国2つ日本と民民と日本と李朝鮮やね OK 真面目な話ね私は何で生まれてきたかというとちょっと話は大きいかもしれないんだけど私が死ぬまでにやりたいことは教育の民主化なんですよね で教育の民主化っていうのはつまり現状の教育がよろしくないと先生が偉すぎて生徒が先生を選べないし教育に関する自由を奪われてるとだから湯気塾は他の塾と違っていつでも辞められるそう授業料が当日払いなんですねこの思想を具現化してるわけですよとどういうことが起きるかというと世界で最も退塾率が高い塾になっちゃったわけですね <laughs> なかなか経営が厳しいぞと。 次、回の別。我々中華は本当はすごいんだと。今現在は野蛮人に虐げられてるけども、と。話だいぶ変わります。大恐慌で最もダメージを受けた国はアメリカとドイツ。特にドイツはひどかった。アメリカ以上に必要率が出た。で、何学が発達した優生学。そう。大恐慌の影響で優生学。優生学というのは、これ今やっちゃいけない学問ね。我々ゲルマン人は優秀な民族だと。 ほら、見てごらんと、この金星の取れた頭蓋骨。見てごらん、この金星の取れた肉体と。ほら、見てごらん、このデータ、他のね、民族とね、知能テスヤってこんなに優秀な数字が出てるよっていう。まあ、これ現在やっちゃダメな学問です。っていうのが発達して、で、この優勢学を中心として作られた統治形態か、第三帝国、ナチス、ドイツなんですよね。人種局まであったわけよね。 最も劣勢なる遺伝子を排除しなくてはいけないって言ってユダヤ人を殺すだけではなくてドイツ人の中でも劣勢な遺伝子はよろしくないって言って先天的な身体障害者先天的な精神障害者全部殺してしまったんですよだから戦争直後のドイツっていうのは極端に障害者の数が少なかったん少なかったってことは現在はどうかと 結局、その、目に見えてる劣勢な人たちって言うとちょっと語弊があるんだけど分かりやすく言うと、目に見えてる劣勢な人たちを物理的に排除したとしても、健全な人間にも劣勢な遺伝子が入ってて、それはもう世代をある程度下っていくと、また出てしまう。 っていうことこで現状はそんなに障害者の数は少ないっていうことではないですね。で足元に戻して「大恐慌で優勢学が発達したように昇降のわけで野蛮人に進化の例を取らされた」っていう屈辱から出資学なわけよ。いや現状は本当の姿じゃないと「俺らは本当は優秀だから」と「本気出しらすごいんだ」みたいな「お前ら引きこもりニートに説教しちゃダメって分かってる?」引きこもりニートに対してささ働けよとかさ なんで家にこもってるのってこう正論をぶつけちゃダメなんよ。彼らが言う理屈っていうのが理屈になってないんだけどそれ論破しちゃダメなんですよ。なんでかというと社会も個人もね危機的な状況においてはそれを短期的に克服しなきゃいけないといってこういったものが出てくるわけ。個人においても社会においても同じなんだよね。だからこういうのを批判するならば本人に伝えて修正するならば柔らかく回りくどく修正しなきゃいけない。ちなみに中国の歴史ではそれを誰がやった ロジンの文学革命やね小説という形で第三者に展開させてそこに客観性をある程度持たせるわけよね面と向かって本当のこと言うとね角が立つし面と向かって本当のこと言うとダメなんだけども文学という形を取ればね本当のことをね伝えることできるんですよねだからねフィクションの中にね真実は入っている場合が多いんですね OK。趣旨学の内容、大きくは二つ。単位に名分論と単位の別で、これをさらに細かく説明していかなきゃいけない。大変だ。行くぞ。力二元論。世の中は理と気でできている。理っていうのは変わらないもの。理屈、理科、理論。気というのは移り気なもの。気持ち、天気、気分、コロコロ変わる。で、世の中は理と気でできていて、理という枠があって、この中にうつろぎやすい気があると。で、我々は、 気ではなくて気持ちではなくて気分ではなくてこの理屈をお勉強すれば全てが分かるとそのために一生懸命勉強しなさいっていうのが手地主義やね蛍光灯で勉強しなさいとって意味わかる蛍の光で雪の光で勉強しなさいと勉強性勉強性っていうのが儒学やね朱子学やね 枠組みで世の中できているっていうのが、性、即、理。世の中の仕組みは理屈で変わらないものでできてますよ。で、それはもう変わらないもの。この性っていうのは、例えば男の差がとかね、性質とか性分とかね、性っていうのは変わらないものね。で、対して、儒学のメインストリームではなくて、およく最悪でいくぞ。 左側は真即になんよ。いや、結局世の中って、うつろぎやすい気持ちで動いてんじゃないのと。右の方は、お前はまだ勉強不足で勉強すればこの理屈がわかる。で、そこまで勉強しなさい、格物父。ゆげ先生が熊本っていうクソみたいな城下町で言われたのは格物父やね。お前まだ若いから勉強不足だからわかってないだけ。と。対して左側は、いや、君が考えていることは、 正解の可能性が高いよと。だからすぐ動いていいよと。いうのが知行合一。知ることと行うことはもう同じでいいと。君の判断は間違いではない。で、右ならしていきます。右の趣旨学の趣旨は、語教よりも師匠を大事にした。師匠っていうのは、例えば、 大学と中央なんだけど、大学の中央っていうのは、これ、礼期の一部です。礼期の一部の大学中央。で、大学の中になんで書いてるかというと、修身生活国平転化。あ、先生、これって、講師先生がおっしゃってた。そうですね。修身。自分の立場を理解すると。身を治めると。勉強して、自分の立場がわかると。自分はカツオだと。ナミヘイが偉いと。妹のワカメ。 を指導しななくいいけないとでそうなると磯野家が整うと秩序ができると終身生かで家の集まりが国だから終身生か遅刻閉店かもう嫌でね自分の名前が私は湯気広信まあ寛容の勘はいいわサめるが入っとるのよねまあ城下町でね 学問が重視されてかつ儒学が重視されっていうところで生まれ育ってて自分の名前が入っててまあなので現在は弓先生はひらがなで自分の名前を表しているといやー気持ちわかるなアメホテピョンセのなアメホテピョンセ自分の名前嫌いだったじゃん言って意味わかる自分の名前の中にアメンシーンが入ってるわけじゃんだそれをやめたくて行くなと思って名前変えたわけよねで朱子学による男尊女悲観は転測を進めたでこの時期転職流行します資料集がページ94ページ右下 転足っていうのは女性の足をすごくちっちゃくしてしまうんですよ。で、94ページ右下、宋代以降の上中流社会でもてはやされた。なんで宋代かというと、宋の時代に趣旨学が発達した理由は複数あります。一つは先ほど言った昇工の和義があったと。で、もう一個は何かというと、南宋がむちゃくちゃ経済的に発展したんですよ。 まあ、北宋の時代も経済的に発展したんですが南総特に発展しました中国の南半分だけになってそこに頭脳や労働力が集中したでガン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 湿地帯を開拓していって水田にしていくとでいつも言ったように米の人工支持力めちゃめちゃ強いんですよ小麦で1人1年間食うとした場合1ヘクタール必要なんよ1ヘクタール強やね米の場合は10分の 110R でいい 10割ってどれぐらいか分かるか10メートル100メートルこんだけで一人養えるんですよでかつ中国の南の方やろ二気作ができるんですよで麦の方は連作障害が起きるじゃんだから散歩制で休ませなきゃいけないんだけども米の場合休ませなくていいわけでめちゃめちゃ食い物が余りまくるわけで食い物が余りまくると何が起きるかというとエロくなるのと、まあ、人口を支えられるしねエロくなるのとあと断層除肥が強くなる ダン女の話するよヨーロッパで女性の地位が低い国はフランス。フランス低いじゃん。話があるぞ。総力戦で女性の地位が強くなりました。第一世界大戦で女性の地位強くなりましたって試験出るじゃん。出るんだけども、1位対戦、フランス、むちゃくちゃ死傷者出てるんだけど、1位対戦、フランス、めちゃめちゃ戦ってんだけど、1位対戦後、女性参政権拡大したかってしてないからね。フランスの女性参政権拡大、2次大戦後だからね。フランスは女性の地位が低い。フランスの歴史に女性の女王はいない。 イタリアの女王もいないななんでかというと食い物が余ってるから食い物が余ってる地域は男が外で働いて女性が家の中でいていいので女性の地位が低くなる傾向が強いんですよ農耕民族がそうだね追悼までは北方民族じゃん卓抜国家じゃん追悼は だから、唐の時代は女性の地位が強くて、側転武功を折ったわけよ。旦那殺す以降も折ったわけよ。ところが、っていうのは純然たる中国人、純然たる農耕民族、純然たる米の文化なんよね。米が有り余ってる。だから、女性が働かなくていいってことで、上流階層、中流階層で転職がめっちゃ流行る。 お次議校、陸救援で、趣旨のライバルは陸救援で、陸救援は左側ね。で、陸救援の考え方は、後に、陽明学になります。陽明学は、儒学の左派ですね。明の時代に流行った陽明学。大陽明が唱えた陽明学ね。すでに、判断能力は持ってると。別に勉強が不足してるとか、そんなことないと。だから、書を捨て町に出よう。地高一致。 自分がおかしいと思ったら、動いていいと思ったら、動いていいんだと。まあ、こんな話るとわかるかな日本で一番有名な陽明学者は、多分、王将平八郎で。王将平八郎は、今の幕府のシステムは良くないと考えて、官僚だったのにも関わらず、反乱起こしたわけですよね。その行動力っていうのは、やはり陽明学なんだよ。で、離託語。書き処りがある。美詞って書くと間違っちゃうから、離託語で書く。離託語は、最左派で、子供が、 偉いとつまり勉強してない状況でも判断能力持ってんだよと商人の営利活動を弁護うん問題これ16世紀の人ね離脱コってほぼ同じ時期に似たようなことを言ったヨーロッパの人経済活動 OK 右側は商売いやしいじゃんわかる死の交渉だよあ、金度は一番下ってことねお金はいやしいってことねではお金いいんじゃないのとカル何同心重視なの カルバンでまずカルバンと理託語はどう共通していれば説明するぞいくぞまず儒学の王道と儒学の一番左もしくはもう儒学から外れたのが理託語じゃんこれさヨーロッパでこれカルバンが左だったらここは何なんカトリックカトリックじゃんカトリックは癒やしいよね商売人はけどお金貯めていいんだよって言ったわけじゃんでカトリックの場合は君らは判断能力がないよねって言うわけよ判断能力がないから教会で説教してあげるって話になるわけよ 対自分で聖書読め自分で聖書読めなよ自分で聖書読めって自分で神と対話しなさいっていうのは判断能力持ってるって考え方なんですよカルバンは判断能力持ってる離択後も判断能力持ってるじゃあなんで同じ時期に同じようなやつが出てきたかって話なんよ経済的背景は大航海時代大航海時代16世紀シルバーラッシュ中南米で議員が出てきて日本議員が出てきて岩見議員が出てきて経済活動が活発になってきてで商工業者のポジションが強くなって離択後とかカルバン出てくるわけ やっぱ儒学は強いなカルバンの方はさ、ね、そっか、消去活動をやっていいんだ、そっか、自分たちで判断していいんだ、そっか、自分たちで国持っていいんだって言ってさ、はい、自分たちで従来の伝統とか秩序を破って国ができました、カルバン派の国何、何スイス、まあ。スイスとか、オランダ、オラネーデルランド連邦共和国ね、16世紀ね。 オランダの建国、ね、で対してリタクゴ出てきたけどもじゃあ中国の方でさ資本主義国家みたいなものが出てきたか民主主義国家みたいなの出てきたか出てきてないわけですよね、まあ、そこはやっぱ儒学が強いなっていう OK <music> セクション0508総民代の儒学史終了